このビデオでは C++ ビルダーを使用して簡単に 3D のアプリを作成する手順をご紹介します。 3D アプリの機能を使えば 3D のモデリングや 3D 空間のシミュレーションを行うなど新しいアプリの利用方法が広がるでしょう。例えば小さな部屋の中の家具の配置を試すようなアプリや大きな街一つを丸ごとバーチャルリアリティで作るといったことにも利用できるでしょう。最も基本的な 3D アプリのチュートリアルはエンバカデロのドックウィキにチュートリアル FireMonkey 3D アプリケーションを作成するという題名で記載されています。より詳しい情報をご覧になりたい方はこちらのドックウィキも合わせてご参考になさってください。それでは今回はアプリ内に 3D 地球儀を作ってみましょう。ウェルカムページのマルチデバイスアプリケーション C++ ビルダーの新規作成を選択してマルチデバイスアプリケーションのダイアログが現れたら空のアプリケーションを選択して OK ボタンをクリックします。 3D アイテムを表示するコンポーネントとして TViewPort3D を使用します。フォーム内にドラッグ&ドロップしてプロパティのアラインにクライアントを設定してフォーム全体に表示領域を引き伸ばしておきます。この TViewPort3D 内に 3D コンポーネントたちを表示できるようになっています。ついでに宇宙空間っぽく色も変えます。プロパティのカラーにブラックを設定しておきましょう。 3D アイテムたちはこちらのツールパレットの 3D 関連のグループに収められています。まずは 3D シーングループ内の T ライトをドロップ。これは 3D のエリア内でどの方向から光が照らされているかを設定できる、いわゆる光源を表しています。地球儀においては太陽の光代わりですね。今回はプロパティのローテーションアングルの Y 軸に45度を設定して斜め45度水平方向から光が照らされているように設定しておきます。ちなみにプロパティのライトタイプで一定方向からの照射を表すディレクショナル、スポットタイプ、点光源なども設定できます。次に地球儀のその元となる球体 3D シェープスグループ内の T スフィアをドロップします。プロパティのデフスに10、ハイトに10、ウィズに10を設定して大きさをより大きく変更しておきます。地球儀は地軸が 23.43 度傾いていますので、この球体のローテーションアングルの Z 軸も 23.43 度同じようにずらしておきましょう。今度はこの赤い球体に地球儀のテクスチャ、つまりは絵ですね、これを貼って地球儀らしくしていきます。マテリアルズグループ内の T ライトマテリアルソースをドロップします。これを使うと光源の影響を受けた明暗のある素材を貼り付けることができます。ライトマテリアルソース1のテクスチャーのビットマップエンプティと表示されている部分を選択ダブルクリックするとビットマップエディターダイアログが開くので、ここで読み込みボタンをクリックして貼り付けたい写真絵を選択して OK をクリックします。ちなみにこの絵は NASA が無償で公開しているものですね。このような絵も使うことができます。これを球体に貼り付ける素材として登録していきます。スフィア1を選択してクリック。プロパティのマテリアルソースに先ほどのライトマテリアルソース1を設定します。これで斜め45度から光が照射されている陰影のある地球儀が出来上がりました。球体が若干異別なのでもう少し細やかに表現するためにサブビジョンズアクシス、サブビジョンズハイトを変更します。この値を変更することでより細やかに 3D を表現できます。次にこの地球儀回していきましょう。 T フロートアニメーションをドラッグ&ドロップしてこの球体の Y 軸を継続的に変えていくということをします。 T フロートアニメーションのディレーションに60秒を設定して60秒かけて回していくということですね。イネーブルを True に設定してアニメーションを有効にします。ループを True にして繰り返しということを設定してプロパティネームにはローテーションアングル Y を指定して、つまりは水平方向 Y 軸の値をアニメーションするというように設定します。
スタートフロムカレントを true にして現在の値からアニメーションをスタートするように設定して、ストップバリューには球体1回転分のマイナス360を設定しました。実行してみましょう。そうしますと、このように60秒をかけて360度回転するようなアニメーションが実現できたわけです。またイベントハンドラーにプログラミング技術をしていくということももちろん可能です。スフィア1がクリックされたときにライティングの角度を変えるというコードを記述してみましょう。ここでは T アニメータークラスのアニメーションフロートを使って光源であるライト1のローテーションアングル Y の値を45度ずつ変えて 0.5 秒かけてアニメーションするように記述していきます。 T アニメータークラスのアニメーションフロートのライト1に対して水平方向ローテーションアングル Y、 このプロパティを変えるという記述をします。これ文字情報なのでダブルクォーテーションで囲って、そしてライト1のローテーションアングル Y の現在の値から角度マイナス45度変えるというコードを記述していきます。そしてアニメーションの時間としては 0.5 秒かけるというふうに記述しました。じゃあこれで実行してみましょう。そうしますと、継続的にアニメーションで地球儀が回っているところでクリックするとこのように光が45度ずつ変わっていくというプログラムが書けました。それでは皆さんも 3D アプリの作成をお楽しみください。